伊田州馬賀城は、富山県富山市八尾町伊田に所在する、戦国時代の日本の城、富山市指定史跡、富山城閣カードナンバー23、富山文化財百選の一つにも選ばれている。富山市の八尾市街地の東方、伊田川右岸に張り出した、標高175メートルの伊田崎山の山頂に、位置する。城の縄張りは南北に細長い稜線上にあり、 南北200メートル東西100メートルを測るが、車などの移行は自然の痩せ尾根地形をそのまま利用しており、最高所の本極林は幅5メートル長さ15メートル程度の規模である。本極林南側の尾根筋などにも車が設けられ、それらから一段下がった周囲には空堀と帯車を展開している。他に土類等も残る。上主については、 1798年から1819年編纂の富田慶州による知史、古史のボルガ山州史に、斉藤和馬あるいは、朱名方眼、斉藤左元太とする伝えが紹介されている。伊田州馬頭の北六には、後に城成城主となる、越中、斉藤氏が天文年間に居住していた、伊田館があることから、東城は、伊田館の爪城と考えられている。追記。 廃城年は共に不明だが、日本城郭体系は山城としての形態が古いことから、戦国時代以前ではないかとし、富山県及び、富山市の教育委員会は1552年以前に、築城され、斉藤信都氏が、笹成摩擦、人母芝により女性城を追われる1583年以前に廃城となっていたと考察している。ありがとうございます。